タッチで動いたらここに出せる。だけどあまり速い強い球に行ったら間に合わない、ミスも出ちゃう。そういうのを減らしていった方が、絶対いい。プロでもやっぱりこのパスの強さ、全部が全部強いパスの方が一番いいっていうわけではないので、そこもちょっと弱いパスも